取り組んでおられるわけですけれども、泉田知事は、まあ、御社のこういったその安全に対する意識に非常にこう疑いの目を向けておられまして、今後 その知事の再会談とかですね、再稼働に向けた取り組みに今回のこういったその問題というのは影響を与えるというふうにお考えでしょうか。広瀬社長にお願いします。はい、知事からはそのご存知のように安全を優先するのか経済効率性を優先するのかというような話を伺っておりますので、まあ、今回の件がですね、まあ、そうしたご質問に対してお答えする際に決していい事例だというふうには思っておりません。まあ、ただ本当にまあ残念なことですけれども、とにかく一つ一つ直して一つ一つ解決していきませんと、福島の問題もそうですし、それから柏崎の問題もそうですが、解決できていきませんので、私としてはとにかく一つ一つを、まあ、本当になかなかこう、ね、うまくスッといかないというのは本当にじくじたる思いありますけれども、そう言っても一つ一つやっていくしかないなと思っておりますので、まあ、とにかくぜひご理解いただきたいなというふうに思っています。